レオタードを着用した少女レオタードとは、スポーツウェアの一種。ダンス、体操競技などで着用される、全身に、フィットするような衣服のこと。主に、ワンピース型のもののことを指すが、セパレーツ型も存在する。ヨーロッパ各国の王宮のスポーツ芸術である、サーカスにおいて、体の躍動を余すところなく見せるための衣服が、その発祥。 フランスの人気曲芸師であった男性、ジュール・レオ・タールが演技中、全身にフィットした服を着たことに由来し、そういった衣装全般の呼び名に変化したものである。その機能性は高く、アクロバット系競技、ダンス、機械体操、新体操などのスポーツシーンには欠かせないものとなっている。現代では、スポーツメーカーの研究開発による、 最先端の繊維素材が使用され、極限までのシビアな動きが必要とされる。スポーツ分野では、空力抵抗に特に優れたものや、筋肉の動きをサポートするものなど、特殊な機能を持たせたウェアが開発され、スポーツ選手の運動記録の更新に一役買っている。一般に目にするものは、女性用がほとんどであるが、男性の体格に合うように縫製されたものもある。 男性用では、機械体操用が、ジムシャツと呼ばれるなど、名称が異なる場合がある。女性スポーツ選手に対する、セクシャルハラスメント対策の観点から、全身を覆う形状のボディスーツを着用する例もある。2021年4月のヨーロッパ、体操競技選手権で、ドイツの女性選手が、レオタードではなく、ボディスーツを着用し話題となった。 国際的な体操競技において、ボディスーツの着用は、ルール上認められていたが、これまで、宗教上の理由以外で、ボディスーツを着用した例は、ほとんどなかった。体操競技の選手主にバレエの練習着、ダンサー・パフォーマーの衣装、機械体操、新体操、エアロビクスダンス、トランポリン、フィギュアスケート、バトントワリングなどの競技衣装である。また、 レースクイーンなども着用したり、陸上競技や重量上げ、トライアスロン、バレーボール、タッチラグビーなどのスポーツにおけるユニフォームとして採用することもある。新体操やフィギュアスケートなど競技というより演技色が強い種目の大会用になると、チームで統一されたデザインや豪華な装飾を施したものが用いられ、演技者自身も派手なメイクを施すことが多い。 レオタードにスワシかダンスシューズタイツなどを着用するかはそれぞれの種目によって異なる。レオタードと水着ではデザインや表の生地では似通った要素が多いが、レオタードでは水に濡れた時の着心地や生地色が考慮されていないことが大きい。中には素材や縫製の強度や裏地がそれぞれの目的に合ったものになっているかどうかを確認することで容易に見分けがつく。 ハーフシューズの体操選手、ジムシューズで運動する人々体操、エアロビクスをはじめ、ダンス、体操競技以外でも、様々な理由で着用することもある。意気投の東部、ヤワタ地区では、乱獲防止のためウェットスーツの着用を禁止しているため、レオタード漁という潜水作業が行われている。その際、アマは、レオタード姿で海に潜る。頭には、 白の磯キ金ではなく、スイムキャップフードをかぶり、スイムマスクを装着して潜っている。ありがとうございます。